なた豆の面白エピソード。おいしい食べ方とは。あなたはなた豆を知っていますか？日本では昔からある縁起のいい豆として伝えられています。ぐんぐん伸びる生命力の高さはもちろん、成長すると5メートル以上になることも。なた豆のおいしい取り入れ方についても紹介したいと思います。なた豆とは、なた豆とは豆赤の一年草の一種です。もともとは東南アジアで生産されていたものになり、日本には江戸時代に渡来しました。豆科の中では最大級になることでも知られ、鞘は40センチメートルから60センチメートルにまで成長します。太くたくましく育つ姿からは強い生命力を感じずにはいられません。なた豆はその外見からもなた豆などと呼ばれることもあります。鞘の形が刀に似ていることから、この名前がついたとも言われています。なた豆は、花が絶え間なく咲くことから、子孫繁栄の意味を持ちますし、ジャックと豆の木のモデルになったとも言われています。また、大河ドラマの篤姫では、薩摩から江戸に旅立つ時になた豆を送るシーンも描かれたことから、当時の日本にとって、なた豆がいかに貴重なもので、生活に根付いていたのかがわかります。ちなみになた豆はカレーライスの福神漬けにも使われています。地域よっても違いますが、成長しきっていない10センチメートル程度のなた豆を収穫して塩抜きし漬け込む方法が用いられています。実はとても身近で誰もが食べたことのある食材です。なた豆をお茶で楽しむ。なた豆を料理として使うこともできますが、最も手軽にできるのはお茶として日々の生活に取り入れる方法です。香ばしい味わいがありますが、渋みなどもなく飲みやすいので、年齢など関係なく楽しめます。中には鼻炎などの鼻の不快感の解消にも役立ったなどの声もあります。飲みやすく無理なくなた豆の効能を取り入れる方法です。なた豆の中にはカナバリンやコンカナバリン A、食物繊維、カリウム、ウレアーゼなどの欲しい栄養素がギュッと詰まっています。健康をサポートしてくれる食材として注目されています。まとめ、なた豆茶を使って毎日の生活の中で元気に過ごせるようにサポートしていきましょう。大切なことは美味しく続けられることです。あくまでも食品なので、続けてこそ少しずつ変化を実感できるようになります。後味がすっきりとしていて、洗練された味わいなので、自然本来の旨味を実感できます。癖もなく飲みやすいからこそ、なた豆の良さを感じられるはずですよ。